リンリン、ハローパラレル、リンリンパラレルのリントです。はい、本日のリント日記撮っていきたいと思います。ちょっとね、ギョロメちゃんがギョロメちゃんをしてたんで、ギョロメちゃんを撮らなきゃならないなというところでございます。はい、見てください、マイクの中に入ってたんですよ。帰ってきたら可愛いね、君。怒んないの。目の前を通るものはね、基本的に一回こうやって威嚇する子なんですけども、ただ噛みついたりはねしてくるんですよね。噛みつくわけじゃないんですよね。噛みつく子はね、もうこのお尻のところ触るだけでも噛みついてきますから。というか最初噛みついてきましたからね。もうコミュニケーションですね、これはね。ジゴジゴジゴっていう。嫌だったら触らせてもくれませんからね。むしろこっから逃げていきますから、大体。はい、威嚇をしますけど、この子はね、威嚇が挨拶みたいなもんです。こうやってね、仲良くしていければと思います。いやいやいや、あなた来るのかい。ハロー、あんたが来るとね、近い近い近い。あんたね、それ中入るとね、多分威嚇するよ、あんたに。で、あんたあれでしょ、マシュマロ奪うんでしょ。あんたマシュマロあげたでしょ、一個。ね、人のマシュマロまで取らないの。取るでしょ、絶対それ。ほら。はい、取りました。現行犯。ちょっとあんたそこ避けなさい。ねえ、あんた避けて、ハロくん。もう分かってよ、ハロくん。はい、ハロくんにも一個あげる。はい、して、ギョロちゃん、はい、どうぞ。ギョロごめん、はいギョロごめん、はいギョロどうぞ、はいギョロどうぞ。挨拶代わりに威嚇するのやめてよ、ねねねやめてよ、ギョロちゃんねえ。はい、あんた威嚇するけど噛まないもんね。ただジコジコちゃんなんだもんね。よいしょ、はい、ねえ、ね、あんましつこくすると怒るね。食べてる姿みんなに見てもらいなさい。可愛い顔見てもらいなさい、みんなに。美味しいですか、マシュマロ。あんたやっぱ毛並みいいね。そんな怒んないの、ジゴジゴジゴって。あと人に持たれるのは嫌いだもんね。撫でられるのはいいくてもね、抱っこされるの嫌いだもんね。正直ね、ここまで触っても噛みついたりしてこないんでね、慣れちゃいるんですよ。ただ挨拶代わりにジコジコするっていう、まあ、あと私にこう寄り添っては来ないってところぐらいかな。これ耳グリグリ、耳き好きでしょあんた。これ耳好きでしょ、これ耳好きでしょ、おりおりおりグリグリ。やりすぎると怒られますね。何お前あれなの、ディアボロなのね、ジョジョのディアボロ、ゴブのボスディアボロなの。俺のそばに近寄るなみたいな格好してるじゃん。わかる人は検索してください。だからあんた奪いに行かないのねえ。ついトンってしちゃったでしょね。あんた人の奪いに行かないのねえ。人の食ってるの取らないのねえ。いやしいよハロくん、君それはいやしいよ。キョロ食べた、食べきった、食べきった、あ食べきったね。あ食べきったならいいけど、あんたおしっこしないで。そしてはい、ジョロジョロ、この後ね掃除をしましょう。あのうんちのところのね、ペットシーツの。あんた可愛いんだけどね、あんた可愛いんだけど癒しいんだよね。そこだけどうにかなんないかしらね。人のまで取らないの。あんた胸の部分ちょっともうちょっとハゲてきたんじゃない。ちょっと見して、ちょっと見して。お結構ハゲてきたね。あんたギョロちゃんと仲良くやってんの。ほらハゲてるね。あんた
あんた胸んとこもハゲてきたね。頭だけじゃなくて胸もハゲてきたね。あんた仲良く、あ、入ってった。入ってった。ほら、仲いいわね。二人して顔出すの。あら、仲いいわね。あんたたちは夫婦だわ、もう、本当に。あんたたちはもう夫婦。ちょっとそろそろでも、君たちの子供が見たいよ。まあ、交尾してるのは何回か見たんだけどね。うまくいってないのか、産まれてるのも確認してないからね。一回だけね、子供が生まれてるのを見たんだけど、あんまり子供の状態がこう強くなかったのか、ちょっとね、悲しいお話なんですけれども、生まれてからこう育児のまでたどり着けずね、ポーチの中で死んでしまってたっていう状態だったので、残念な気持ちではありましたけれども、いやー、どうなるかね、今後ね。ちょっと君たちの子供が見たいよ。ハロー、そういう風にしてくるの可愛いんだけどね、すごく可愛いんだけど、癒しのはダメよ、本当に。はい、ということでね、本日のリンド日記はギョロメちゃんがギョロメちゃんをしてたんで、ギョロメちゃんを撮らなきゃならないなという動画でございます。もう日本語がおかしいなって思っておりますが、もうこれを通します。はい、もうほんとね、ギョロメちゃんがギョロメちゃんだったんですよ。餌もそうだ、ちょっとペッペカス溜まっちゃったね。これも後で掃除しなきゃ。そう、これはね、今餌場になってます。マイク・ワチョウスキーのこの、これね、キャンディーポットなんだよね、ほんとは。これ餌場になってて、ここの、この緑のね、買い物カゴのここがミルク入れ。ミルク入れも今日洗いましょう。昨日ミルク入れた状態でちょっとカピカピになってるね。水も取り替えようかな。水いっぱい入ってるけど、ちょっと濁ってるね。多分、食べたカスが溜まって中にも入っちゃってるね。ちょっとその辺掃除していきましょう。この下もね、掃除していきます。もう、3日ぐらい、こうシーツ変えないとこうなっちゃうんだよね。3日でこれだからね、ほんと気をつけていかないと。餌をね、外にガシャガシャガシャって掘って出しちゃうこともあるんでね、もうそれでもうこの辺ぐっちゃぐちゃ。はい、この後ね、掃除していきます。ということで本日のリント日記でした。あ、やべえ、今日何日か言ってないけど何日だったか忘れたから動画のタイトルにつけとくよ。ということで以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。